阪神の38年ぶりの日本一で2023年の幕切れとなったプロ野球。今回はそんな2023年シーズンの面白いエピソードを50個ご紹介します。オリックス山下俊平太選手、プロ初登板からオール先発で5連勝。プロ初登板からオール先発で5連勝という記録は2015年に巨人の高木隼人選手が記録しており、 NPB 史上2人目の快挙となった。オールスター第2戦、前波の先頭打者はオリックス杉本選手だった。先発栗選手の初球はセーフティーバントの構えをした背番号99に背中の後方へ抜ける大暴投。球場がどよめく中、怒りの形相で勢いよくマウンドへ歩み寄ってきた杉本選手に栗選手もマウンドをスープを降りて退治した。いきなりの乱闘かと思いきや、2人はぎゅっと熱い抱擁。球場が笑いと拍手に包まれた。亜細亜大学出身の栗選手と青山学院大学出身の杉本選手、東都大学野球リーグ時代から知る仲が寸劇で祭典を盛り上げた。広島は2023年4月1日のヤクルト戦で2試合連続完封負けを喫した。この試合はヤクルトの先発ピーターズ選手からなかなか出塁できず、6回まで得点を挙げられない中、7回3番手の島内翔太郎選手がオスナ選手に2試合連発のソロホームランを打たれ失点。広島は1988年の阪神以来35年ぶり、球団では初の開幕から18イニング連続無得点で2試合連続完封負け。新井監督は NPB 史上初の開幕2試合連続完封負けを喫した新人監督となった。5月3日、阪神タイガースが中日相手に一時あった6点ビハインドをひっくり返し、9回裏に木浪聖也選手がさよならタイムリー安打を放って勝利した。その直後、巨人対ヤクルトも巨人が6点差を跳ね返して8対7で勝利した。さらに翌日の5月4日同じカードで巨人が9回裏に丸吉弘選手のプロ入り16年目で自身初となるさよならホームランで勝利したが、このスコアがまたもや8対7。メディアやネットでは2試合連続ルーズベルトゲームという言葉が踊った。さらにこの日、福岡ソフトバンクホークス対オリックスバファローズの試合も延長11回裏にホークスがさよなら勝ちを収めたが、このスコアも8対7であった。つまり NPB では2日間で4試合ものルーズベルトゲームが誕生するという非常にレアな出来事が起きたというわけだ。5月3日オリックスが対福岡ソフトバンクホークス戦で計22安打を放って9対4で勝利したが、8回表9番星野若月健也選手がセンター前にヒットを放ち、先発したメンバーが全員複数安打を達成した。 NPB で先発全員がマルチ安打を達成したチームは今回のオリックスで10チーム目であるという。ロッテも2023年4月1日に開幕から2試合連続完封負けを喫した。これは前身の東京オリオンズ時代の1967年以来56年ぶり2度目の記録。先発の種市投手が4回1失点10奪三振の好投も、打線が3安打無得点とつながらなかった。こちらも前身含め同一球団で2度目の開幕から2試合連続完封負けは史上初の出来事となった。2023年4月11日ヤクルト対 DeNA 戦、9回6番手山本選手が太田選手にソロを飛打。それでも2008年中日の20回3分の2を抜き、プロ野球記録となる開幕から38回3分の2の救援投手連続無失点となった。オールスター第1戦、西武中村剛也選手の3回の第2打席、中日小笠原慎之介選手のナックルカーブに空振り三振。だがショートバウンドになった投球を梅野選手が弾いていた。これを見て一塁に走ろうとした中村選手、しかしすぐに梅野選手が捕球したのを見て走るのをやめた。2023年4月9日対 DeNA 戦、中日は先発福谷選手が捕まり、初回だけで6失点の大炎上。攻撃では3発5安打で1点も取れず、開幕8試合目にして4度目の完封負けと見るも無残な敗北を喫しており、この惨敗を時事通信は中日いいところなしと簡潔かつ的確ににまとめ話題をさらった。2023年5月3日巨人対ヤクルト戦、3回時点で5点差を追いかける巨人はブリンソン選手がツーベースで出塁するも、自打者のセンターフライの際にブリンソン選手は飛び出しており戻れずアウト。しかしブリンソン選手は5回に1点差に縮めるツーランホームランを放ち名誉挽回。さらに8回の打席では起死回生の逆転スリーランホームランを放って巨人は逆転勝ち。この日のブリンソン選手は4打数4安打にホームラン5打点1走塁死というネタだらけの結果に終わり、ブリンソン劇場と呼ばれるようになる。続けて2023年5月13日巨人対広島戦、同点の時期回裏、ブリンソン選手はワンアウトからフォアボールで出塁するが、牽制球に飛び出してしまいアウト。しかもリリーフ陣が12回に捕まり2失点。だが12回裏には同点2アウト満塁の場面でブリンソン選手に打席が回り、センターオーバーのさよならタイムリーヒットを放って試合を決めた。2023年5月10日、
阪神戦でシーズン3度目のマウンドに上がった石川雅規選手は 5.1 イニングを投げて得点を許さなかった。試合は東京ヤクルトが5対0で阪神タイガースを下し、石川選手はシーズン初白星を手にした。一軍1年目の2002年から石川選手は22年連続勝利を浴びていて、米田哲也選手と並び歴代4番目の長さとなった。ちなみに2023年5月の阪神戦でプロ入り22年連続安打も記録した。投手で22年以上連続安打は1993から2016年の三浦大輔監督の24年に次ぐ2人目。野手も含めた1年目からの連続安打記録は1989から2015年の谷繁選手の27年で、22年以上は石川選手で10人目。大卒の選手では1992から2013年の檜山選手に並ぶ最長タイ。5月11日、文春オンラインは西武、山川穂高選手が2022年、東京都内のホテルで知人女性に対して性的な暴行を加えていたとして被害届が出されていることを報じた。2023年5月20日、DeNA 対ヤクルト戦。宮崎敏郎選手が7回にデッドボールを受け、両チームのナインが乱闘寸前となり、ツイッターでも乱闘寸前、デッドボール、警告試合、当てすぎなど、次々と関連ワードがトレンド入りした。この試合で DeNA は6回に牧選手、7回には佐野選手と宮崎選手がデッドボールを受けた。審判からは、両チームに警告を発して、試合を再開しますとアナウンスされた。2023年8月26日、中日対 DeNA 戦。中日の37歳、大島洋平選手が3回の第2打席でセンター前にヒットを打ち、通算2000本安打の偉業を達成。大島選手は通算1787試合目での記録達成で、これは福本豊氏を抜き、史上9位の速さでの達成となった。中日では2017年に、現在、内野守備走塁コーチを務める荒木正博氏が達成して以来、6年ぶり7人目となった。2023年に戦力外通告を受けた選手の中には、かつてはドラフト1位として入団し、脚光を浴びた9選手が含まれている。2005年高校生1位の楽天、住谷選手や、2006年高校生1位のロッテ、福田選手などベテラン選手から、最近では4年前の2019年1位だったソフトバンク、佐藤選手も戦力外となった。ソフトバンク、高橋選手、広島、岡田選手、阪神、高山選手の3人は、共に2015年のドラフトで1位指名。ソフトバンク、高橋選手はソフトバンク、中日、日本ハムの3球団、阪神、高山選手は阪神、ヤクルトの2球団が競合した末の結果だった。5月9日に行われた全6試合が3時間未満で終了した。全試合が3時間未満で終了するのは、2011年10月6日以来12年ぶりとなった。2023年9月2日、阪神対ヤクルト戦。3回、阪神が1点を奪ってなおもノーアウト1塁で珍しいプレーが起きた。ミエセス選手の初球をバッテリー間のサインミスで古賀選手が取り損ね、ボールが体と防具の間に挟まった。4人の審判が協議し、投球が捕手のマスクまたは用具、球審の体やマスクまたは用具に挟まって止まった場合、各走者は進塁すると定められている野球規則にのっとり、1塁走者、中野は2塁へ進塁した。記録は投手の暴投。オールスターファン投票の段階で、阪神の選手が9つのポジション全てで1位となる得票数を集めた。これは1球団で過去最多だった2003年阪神の7部門9選手を上回る。9部門10選手が選出され、セリーグは阪神にジャックされる形となった。2022年から引き続き立浪和義監督が指揮を取ったドラゴンズだが、9月に入ると突如としてマシンガン系統を連発。1イニング内に多くの投手を注ぎ込むため、ラトリング系統とも呼ばれた。9月9日の巨人戦では1イニングに投手4人を注ぎ込むも失点。この回が試合を決定づけ敗戦。その後、18日の広島戦では試合こそサヨナラ勝ちを果たすも、根尾選手が初昇格即先発で7回途中自責点0の好投を主乱と東海で帳消しにし、勝ち星が消滅。なんとワンアウトを取るために投手5人を注ぎ込む事態となった。20日のヤクルト戦初戦は選手交代の通告漏れ、マイケル・フェリス選手、福選手による連続デッドボール、ルーキーの松山選手を打席に立たせた上で回をまたがせる酷使により今度はサヨナラ負けを喫した。この時点ですでにシーズン5位以下が確定しており、消化試合の中でリリーフ投手陣を疲弊させる采配に疑問の声が多く寄せられた。7月1日の中日戦に先発したバウアー選手、2点ビハインドの6回2アウト1・2塁の場面で起きた。岡林勇希選手が放った打球がセンター前に抜けそうになるのをセカンドの牧秀悟選手が捕球、1塁でアウトを取れないと見た牧選手は、1走のリューク選手がオーバーランしたのを見て挟殺プレーを試みた。リューク選手が3塁へ走ると、前のランナー石橋浩太選手はやむを得ずホームベースに向かった。ここで牧選手は捕手の伊藤光選手に送球。その間、石橋選手は3塁に戻り、リューク選手も2塁に行き、伊藤選手はどこにも投げられないままオールセーフとなった。まさかの事態にバウアー選手は怒りをあらわにした。
続く。高橋周平選手をピッチャーゴロに打ち取ったバウアー選手は猛ダッシュで自ら一塁ベースを踏み無失点で切り抜けた。その後も怒りは収まらず、スケットは何度も F ワードを叫んだ。2023年9月9日オリックス対ロッテ戦で山本由伸選手が自身2回目のノーヒットノーランを達成。プロ野球での2年連続ノーヒットノーラン達成は1941年以来82年ぶり3人目の快挙となった。2023年7月22日ロッテに負けたソフトバンクは泥沼の10連敗を喫した。また引き分けを挟まない10連敗はソフトバンク球団史上初となり、上昇イメージの強いソフトバンクには異常事態となった。これと同時期に日本ハムも泥沼の11連敗中だった。同時に2チームが2桁連敗を喫したのは1968年に広島が11連敗、東映フライヤーズが10連敗して以来55年ぶりの記録となった。また同一リーグの2チームが同時に2桁連敗となるのは APB 史上初の出来事となった。ある日突如立浪監督によるトップダウンでケータリングから炊飯器による白米の提供が消失。多くの日本人が慣れ親しむ主食を突然召し上げられることとなり、当然不満に思う選手たちだったが、立浪監督の鶴の一声での事態であることを知り、絶句せめてもの心遣いなのか、メニューに残されていた小さなおにぎりや麺類などとりあえずその他の料理で腹を満たし試合開始。しかし当日の試合は敗戦。この事態にチームの絶対的守護神ライデル・マルティネス選手がなぜ白米が提供されないのだと反旗を翻したところ、投手陣には丼飯を即日解禁されたらしい。この米騒動のきっかけは DeNA から現役ドラフトで加入した2023年、開幕から打線の中軸として活躍してきた細川成也選手だという。細川が夏場に入り調子が落ちてくると、立浪監督はご飯の食べ過ぎで動きが鈍くなったからだと考え、改善策としてご飯の準備をやめさせた。そうしたら成績がまた上がってきたから他の選手もとなったとチーム関係者。しかし当然ながら選手側には全員に連帯責任を取らせるやり方はおかしい、食事の取り方に問題がある選手だけ制限をかければいい話ではないかなどと当惑が広がった。その後の9月、中日二軍戦でファンが米を差し入れ、すると大野雄大選手がファームは米食べれるんでと返答し、1ヶ月経過しても一軍は米が食べられないことを匂わせる発言が物議を醸した。皮肉にも開始日の8月3日のバンテリンドームは飛騨牛だ、米だ、鮎だ、飛騨市店のイベント開催日、飛騨市産コシヒカリが配られ、白米に飢えた選手たちの目の前で事情を知らない観客が試合観戦の傍ら悠々と美味しい白米を食す事態に。2023年8月25日の中日対 DeNA 戦、近藤廉選手は9回に2シーズンぶりの1軍登板を果たすが、NPB ワースト2位タイとなる1イニングに62球を費やし、投球内容も被安打8、吉四球5、10失点、防御率はわずか30分で 72.00 まで悪化する惨憺たるものだった。この登板の翌日に2軍降格となった。その後、再昇格することなくシーズンを終え、2軍では29試合の登板で1勝2敗、防御率 6.18 の成績だった。10月31日、育成再契約を前提とした戦力外通告を受けた。この立浪監督が最後まで投げさせた采配に対し、晒し投げがトレンドワードに。一軍に上げたばかりの若い投手を交代させる気もなく投げさせ続けた意図を感じない立浪監督の采配には中日ファンはおろか、他球団のファン、球界 OB からも物議を醸した。2023年9月16日、日本ハム対ソフトバンク戦。日本ハム、万波中正選手が初回に先頭打者ホームランを打ち、9回にサヨナラツーランを放った。同一試合で初回先頭とサヨナラホームランを記録したのは、1993年10月13日ヤクルト戦のパウエル選手に次いで30年ぶり2人目で、パ・リーグでは初めて。パウエル選手は初回先頭とサヨナラツーランで6対4で勝ったが、初回先頭とサヨナラホームランだけでチームの全得点を記録したのは万波選手が初めてとなった。8月18日 DeNA 対阪神戦。9回ワンアウト1塁で阪神の1塁走者熊谷隆弘選手とベースカバーに入ったショート京田陽太選手のクロスプレー、熊谷選手が二投を試み一度はセーフの判定が下ったが、リクエストによるリプレイ検証でアウトに覆った。映像では京田選手の足が二塁を塞ぐ走塁妨害のようにも見えたが、審判団は故意ではなく走塁妨害に当たらないと判断。阪神岡田彰布監督は5分近く猛抗議を行い、翌日球団が日本野球機構に意見書を提出した。今回のプレーについては意図的ではないという判断をされた京田選手だが、ファンの間では絶対に故意だろ、二塁塞いだの京だけじゃないんだぞ、審判団は京田がブロック常習犯なの知らないのかといった不満もくすぶっているようだ。京田選手は中日時代から二刀を狙う走者をタッチに伝え、しばしば走路を塞ぐような位置取りを見せていた。2023年は5月の巨人戦8回裏ノーアウト1塁で頭から2塁へ滑り込んできた増田選手に対し、
ベース前に左膝をつきながらタッチに行き交錯。また7月の中日戦でも3回裏ワンアウト1塁の場面で二塁へスタートを切った岡林勇希選手をタッチする際に中腰の状態で走路上に入り岡林選手とぶつかっている。2023年8月10日阪神対巨人戦、7回2アウト1塁から近本選手が戸郷選手の直球を完璧に捉えライトスタンド中段に運んだ。近本選手がボールを捉えた瞬間、三塁ベンチの岡田監督は両手を V 字に広げて立ち上がり大きく口を開けて喜びを表した。ただネットが沸いたのは岡田監督の口から見えたのが穴の開いた黄色いパイン飴だったこと。飴飛び出てるやん、パイン飴懐かしい、どこで買える、パイン飴もびっくりといったコメントが集まっていた。岡田監督効果でパイン飴を販売するパイン株式会社の公式オンラインショップに大量注文が入り販売ストップとなった。公式ストアでパイン飴に在庫がなくなるほど次々に注文が入った。全て本社社員が梱包して発注しているのだが、この大量注文によりパイン飴関連商品だけオンライン販売を止める事態となった。阪神は開幕戦前のミーティングで岡田彰布監督が挨拶、タッチするのはグーとかパーが入り乱れとるから阪神はパーにしような、グーより強いやんか、ハイタッチはパー、これ決めとこ、1年間なグーより強いパーのだなと新発表でナインの笑いを誘発した。2023年は阪神とオリックスがリーグ優勝を果たした。阪神は18年ぶり、オリックスはリーグ3連覇を達成。関西の球団がセパ両リーグを同時に制したのは1964年の阪神と南海以来59年ぶり。阪神の優勝年にオリックスが優勝するのは全身球団含め史上初となった。9月3日阪神対ヤクルト戦、9回に近本浩二選手が骨折していた脇腹にまたデッドボールをぶつけられ途中交代するというアクシデントがあり場内は騒然。骨折で離脱中の梅野龍太郎選手がぶつけられたのもヤクルト戦とあって岡田監督は呆れるよな、おらんかったんよ高津がベンチに行くとすぐに謝罪の姿勢を見せなかったヤクルト指揮官の態度に疑問を呈し、情けない、2年連続優勝したチームや死のうそういうチームなんやろと怒りのコメントを発したという。4月8日ソフトバンク対西武戦で高橋光成選手が2回裏1イニング4奪三振を記録した。まずは先頭の栗原良也選手を見逃し三振に仕留めた。続く牧原大成選手からもフォークで空振り三振を奪うが星が後逸し振り逃げ、残りのアウトも中村晃選手、上林誠二選手から空振り三振を奪い計4つの奪三振を記録した。1イニング4奪三振の記録は史上27人目。直近では2022年7月1日に千葉ロッテの佐々木朗希選手が記録している。9月22日楽天対日本ハム戦の2回裏に1イニングに併殺打が発生、これは楽天史上初、パリーグでは4度目、プロ野球史上7度目の記録となった。2回ノーアウト1塁で阿部選手がショートゴロを放った。ショート2塁1塁で1塁走者の辰巳選手が空撮されたが1塁手の日本ハムマルティネス選手が送球を捕球できず、マルティネス選手の失策と阿部選手の併殺打が記録された。直後のワンアウト1塁で小郷選手がピッチャーゴロ併殺打に倒れた。9月25日の DeNA 対巨人戦で宮崎敏郎選手がプロ野球史上最も遅い記録となる1075試合目で初盗塁をマークした。話題になるのは嬉しいことと笑顔で振り返りながら、またチャンスがあればチームとして走塁の意識を高く持ってるので頑張りたいと思いますと力を込めた。ロッテのアナウンス担当谷保恵美さんが33年目の今季限りで引退することを明かした。本人の意向で引退式などは執り行わないようだ。9月13日のヤクルト戦に完封負けした中日はこれでシーズン26度目の零封負けとなった。この試合でもたった1安打しか打たれなかった高橋宏斗選手をフィルダースチョイスによる1点で負け投手にした。ちなみに26は実に60年ぶりの記録である。中日は9月14日から25日に本拠地バンテリンドーム名古屋で開催したイベントファイナルシリーズの PR ロゴが人気バンドバックナンバーのツアーロゴを模倣して作られていたとして謝罪した。断トツの再開が決まっている状況に追い打ちをかける事態となった。2年連続の再開に沈んだ中日が半世紀ぶりとなる不名誉な数字を記録してしまった。シーズン143試合でチーム390得点は12球団ワースト、プロ野球の歴史で見てもシーズン400得点未満は1973年のヤクルト広島以来50年ぶり。シーズン143試合でチーム390得点は1試合あたりで見ると 2.72 点となる。オリックスバファローズは9月27日の対ソフトバンクホークス戦に 26,320 人のファンが来場し、今シーズン主催公式戦の入場者数が183,565人となった。これは1996年の 179,600 人を上回る球団最多入場者数となった。
2023年6月8日日本ハム対広島戦、5回2アウト満塁でのワンプレー、先発上沢選手が2番野間選手にライト前ヒットを浴びると、二塁走者が迷わず本塁へ。ライト万波選手からのワンバウンド送球を清水選手がミットに当てながら攻撃する。さらにインプレー中にミットを外し、その隙を見た一塁走者が一気にホームを陥れ、単打で3点を失う信じられないプレーが発生した。このプレーに対して新庄監督は、気を抜いたプレーというか大嫌いなんですよ。5回のミスはタイムがかかってないのに、グラブを外してあーってがっかりするのはその後だろうってと10回した。なお清水選手は懲罰降格で2軍行きとなった。というわけで今回は2023年の面白いエピソードを50個ご紹介しましたが、来シーズンのプロ野球にも期待したいと思います。このチャンネルではプロ野球の面白いエピソードをご紹介するので、チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。